ヤブカラスティック。はい。うん。今回もですね。そうですね。京王プラザ、八王子。うん。八プリンス。八プリンスホテル。はい。京王、京キング。うん。八プリンスホテル、ね。そうですね。に来て、今、控室でですね。ええ。本番をあと20分。あと何分 ?20 分。23分ぐらいあるかな。なるほどね。はい。はい。午後のね、3時5分ですけど、3時28分に呼んでる、うんうんうん、細かい飛行機のね、着陸の時間みたいです、うん、すごいあのね、小刻みに言いますもんね。八王子ね、うん、八王子このプリンス、うん、うん、久しぶりだなと思って。ケープラの、うん、まあ、違う京王プラザ、あの八王子だからそうだけど、うん、ここじゃなくて違う、八王子の駅の近辺、はい、来るの久しぶりだ。前にね、うん、八王子祭りっていうのでね、うん、それこそあの、なんでしょう、東京 MX で、うん、あれ、行きましたよ。あ、そうだっけ。もう真夏に。真夏に。まあ、あれコロナ前だよな、お祭りできたぐらいだから。そうだよな。4年、5年ぐらい前ですけど、ね、うんうん、もうちょっと前か。で、今日のこの、要するに会場なんだけど、要するに入り口で待ち合わせだったんだよね。うん、で、ちょっと早めに相変わらず来ちゃったんで、ええええ、ちょっと周り見て、うん、うん、あの飲み屋さん探して。なるほど。八王子ってね、ビッグシティですよね。そう、ビッグシティだよ、ね、うん、本当に、うん、来てみたらね。ちょっと久しぶりに、なかなかね、うん、やっぱ久しぶりに来る場所って刺激がありますから、そうね。脳にもいいんじゃないでしょうかね。じゃあ、はい、この公演終わったらちょこっと行く、うん、新年早々だから。うん、はい、はい、ということで今回は、今回はですね、うん、あのルーゴ、はい、ルーゴにしてみたシリーズ、うん、せっかくです、八王子に来てますからね、うん、ではセンター線、うん、センター線、センター線だ、この八王子近辺のセンター線の駅を、うんうん、はい、ルーゴにしてみます。はい、はい、じゃあまずは、いいですよ、じゃあもうまずは今ここにいる、うん、八王子、うん、もう何回も言ってますからね、うん、今ね、八王子お願いします。八プリンス、ね、王子ですから、ね、うん、エイト王子はダメですね。うん、エイト王子、まあ、うん、エイト王子より八プリンスの方が面白いじゃない、うん、プリンスっていいじゃない、なんか、でもあの俳優さんで鈴鹿王子さんってね、ああ、ね、うん、八、エイト王子もね、なかなか、でも、ハチプリンスですね。ハチプリンスですね。わかりました。はい。じゃあ、いきます。うん、隣の奥に行った、うん、あの、マウンテンが有名な、うん、高尾。ああ、高尾ね。ハヨでもいいし、うん、タカテールでもいいよね。うん、難しいな、うん。どっちもいいな。どっちもいい、うん、ジャッジしてください。ハイヨーですかね。ハイヨーでしょうね。うん。やっぱね、はい、ハイヨー。ハイヨーになりました。はい。じゃあ、またね、八王子から今度東京の方に登っていきます。うん。トヨタ。トヨタ。うん。トヨタってどう、ああ、そうか。トヨフィールドだな。トヨフィールド。うん。立地だの方がいいんじゃないですか。立地ってなんで、豊か、豊か、あ、豊かだからね、立地だ、まあ立地だ、トヨフィールド、日野、日野ね、うん、うん、日野、うん、そうだな、じゃあこの、デイノ、デイノね、うん、デイノ、あるいはフィールドじゃつまんない、うん、フィールドつまらないね、フィールド続きなんかね、うんうんうん、デイノでいいや、デイノがいいよ、日野、うん、じゃあ行きますね、はい、その後ここにね、うん、書いてないけど、じゃあ登って、あ、まだ隣があった、日野の隣、立川、立川ね、これも多摩の大都市です、うん、うん、立ち場っていうのは普通だろうけど、うん、うんうん、スタンドアップ川、あ、うん、なるほど、うん、スタンドアップが、うん、私は小平の出身です、そうなんだよ、この近くの、うん、よくね、うん、立川はね、よく行きました、うん、それこそ昔ブロマイドとか生写真とかあったんですよ、アイドルの、うんうんうん、ああいうのはもう、ね、小学校の時とか、そんなの買いに行ったの、買いに行ってましたよ、まさかバスに乗って、バスに乗って、うん、誰、何を買ったの、誰を買ったの、おにゃんこクラブです僕の世代、ああそうか、うん、おにゃんこクラブ、おにゃんこクラブ、行くいな、はい、ひこちゃんとね、
生稲さんじゃない、高井真美子さんってね、あの秋元康さんの奥さんなんです。ああ、そうなの。高井さんが好きなんです。うん、はい。さあ、そういうことです。はい。じゃあ次参りますよ。はい。次はね、ちょっともう飛びます。うん、皆さんが知ってる街の名前にしよう。はい。駅にしよう。いいよ。吉祥寺。中央線。これはラッキージョージですよね。ね、うん。ラッキージョージね。うん。ラッキージョージです。これはこれはもうずいぶん前にもやったけどね、うんうん、そうですね、うん、じゃあお隣の駅、はい、三鷹。三鷹ね、うん、あのミホークス、うんうん、ミホークス、うん、ホークでいいんですか、まあ、そうだ、ミ、いやそうです、うんうん、ミホーク、ミホーク、あるいはスリータカ。あ、僕はスリータカの方がいいな。いいな。うん、んね、あの頃はね、ヨタカみたいな、ね、スリータカにしますね。はいはい、はい、ということで今回は中央線シリーズはですね、はい、そろそろここで、うん、終えて、またね、うん、もう同じこと2回やるかもしれませんけど、そうですね、あの変わりますからね、訳し方がね、そうそうそう、はい、その時その時、はい、楽しんでもらえたかな。今回はルー語で中央線の駅をルー語にしてみた、はい、でございました。はい、OK, see you!